武田信虎。武田信虎は、戦国時代の武将、海の守護大名、戦国大名、武田信玄の父、海源氏の宗家、武田氏、第十八代当主。明王三年、千四九四年もしくは明王七年、千四九八年一月六日、武田氏の、第十七代当主、新縄の嫡男として生まれる。署名は信直。 青年の冥王三年説は、江戸時代前期に成立した軍記物、紅葉軍艦に、天正二年に八十一歳で死去したとする記述から、逆算されたもので、江戸後期に編算された知史、海の国史では、武田氏に関する記述の句が、紅葉軍艦によっており、これを追認している。また、昭和戦前期には、広瀬広史が信虎の菩提寺である、 甲府市古府中町の大泉寺加古町、遺廃に記される、天正二年三月五日、正居八十一歳から逆して、明王三年を青年としている。明王三年説は、昭和戦後期に、磯貝正義、上野聖郎、笹本正春、大和田哲夫らによって支持されてきたが、2006年には、秋山隆が、高城再起、紅葉日記や、 大井又神社本義に記される名王7年正月、美であった可能性を指摘している。室町時代の開国では、欧二23年、1416年の上杉、全州の乱に守護、武田信光が加担して滅亡したことをきっかけに、守護不在状態となり、河内地方の穴山市や郡内地方の大山田氏らの、国人勢力や森大の後部氏らが台頭し、 乱国状態となっていた。干渉6年、1465年7月には主後武田信政が後部慶家を滅亡させると、飼いの国内の実権を握り、明王元年、1492年には、信政の嫡男、新縄が家を相続した。信政は、山梨郡落合、山梨市落合において隠居すると、新縄の弟である、 油川信江に家督を譲る意思を示し、家中は、信政、新江派と、新縄派に分裂した。新縄、新江間の構想は両者に海国人が属したほか、対外勢力とも関係し、伊豆国の堀越久棒では、内紛が発生し、駿河国の今川氏地家と、将軍、足利義澄の命を受けた、伊勢総威、北条総運により足利丸が追放されると、 新名は茶茶丸を支持し、さらに上野国の三内上杉氏とも結んだ。対して新へは、駿河国の今川宇治地下、伊豆国の伊勢総売と結び対立した。明王七年、1498年8月25日に発生した明王地震の影響により、新名は新へ間には和睦が成立し、大大記によれば、海鶴軍の吉田。 藤吉田氏に亡命していた足利茶々丸は伊勢総偶意に引きされて切腹した。新川が家督を継承し、永正2年1505年9月16日に信政が死去し、高城再起によれば永正4年2月14日には新川が続けて死去する。これにより、信直、信虎が家督と会主語職を継承し、再び新江派との抗争が再開される。 信直のおじにあたる信縁は、弟の岩手縄尾、栗原正種、宗次郎や鶴軍の国衆、小山田や太郎のほか、河村氏、工藤氏、上城市らと結び、信直に対抗した。永正四年、1507年に、信縄が没すると、信縁派は挙兵するが、永正五年、1508年10月4日の、勝山城の戦い、笛吹市境川長望が、 峰において新江方は大敗し、新江自身のみならず岩手縄尾や栗原正種、河村左衛門の城、新江失足の役郎、清九郎、陳鳳丸らが戦死した。これにより、信長による武田宗家の統一が達成される。新江の滅亡後に、小山田八太郎は国中信仰を行い廃止する防法合戦。鶴軍では、工藤氏や小山田はじめ門、 堺小山田氏の小山田平蔵が、伊勢氏、ご北上氏のもとへ亡命する。永正六年、1509年秋に信虎は、鶴軍へ侵攻し、翌永正七年、1510年春には、小山田氏を従属させる。勝山記によれば、信虎は、八太郎の子、小山田信あ腰中守信あに実前をと継がせている。また、鶴へ近い勝沼、州勝沼には、 実定、勝沼信友を敗した。この頃には、海の北西部においても、戦乱や信濃国諏訪軍の諏訪市の侵攻が起こり、高城再記によれば、永正六年十月には、今井市、見市の本拠である、高僧城が、帯屋重郎により攻略された。また、一連寺加古町によれば、同年十二月には、現在の北都市須多町城見上湖の手羽城、 定賀城下における合戦で、諏訪より壁雲斎による構成により、今井新世の弟である、平蔵、武田平蔵とその自社である、玄蔵、谷と玄蔵が戦死したという。勝山記によれば、永正十年、1513年5月27日には、海の国川治療の穴山市当主、穴山真剣が、筆足の聖五郎により殺害される事件が発生する。 地区院六によれば、真権の即女は、信虎の本拠である、川田館、甲府市川田町近くに居住しており、信虎と有効な関係を築く一方で、今川うじ家や伊勢総意とも、関係の深い両族の立場にあり、真権の暗殺の背景には、穴山市家中における貴族をめぐる対立があったとも、考えられている。穴山市当主となった、信綱、神風は、 今川氏に帰属し、永正12年、1515 15年には、今川氏は海へ進行する。勝山紀、一連寺過去町、総長主記によれば、さらに西里の国州である、大井たち、新行親子も今川方に帰属し、同年10月17日に信虎は、小山田信有と共に、大井氏の本拠である富田城、南アプス市戸田を攻めるが敗退し、小山田山と守る。 オブドーエツ、オブ原子しろおらが戦死した。この合戦の際にも、今川氏が介入する姿勢を示し、木の江春国境を封鎖している。大大記高城再記によれば、英正十三年、1516年9月28日に、今川勢は、改進行を行い、信虎は、本拠の川田間に近い万力において敗退し、今川勢は、中道王間沿いの勝山城。 甲府市上曽根町を選挙すると、各地を放火した。勝山記によれば、鶴軍においても、同年12月に、吉田山城、藤吉田氏を拠点とした、今川勢と軍内衆が戦い、永正14年、1517年1月12日に、吉田山城が陥落すると、軍内衆と今川氏の間では僕が成立した。この頃、今川氏は、 東東海国において、大河内定津柴芝吉達が、引きましろ税名を行っていたため今川氏治下は、信虎との和睦に転じ、勝山木、総長主記、内山木によれば、武田、今川間は、連賀市の総長が仲介し三月二日に和睦が成立し、今川市は、会から退居した。なお、永正十五年は、小山田市と今川市の間でも和睦が成立している。 1520年、英正17年に信虎は、大石友は牧師、し、新たちの娘、大井夫人を正室に迎える。海の国の守護所は信政。新名脇には、伊沢館、甲府市川田町、笛吹市伊沢町に置かれていたが、大大記によれば、信虎は、英正15年、1518年に信虎は守護所を、相川洗浄地の甲府、甲府市小中町へ移転する。 高城佐記によれば、信虎は、永正16年、1519年8月15日から、甲府に館である、辻がヶ崎館の建設に着手し、城下町、武田城下町を整備し、有力国修ら家臣を集中させた。高城佐記によれば、詰城として、辻がヶ崎館東北の丸山に、溶外山城、甲府市上関水寺町を築城した。 英正16年4月には、今井信世が信虎に降伏し、降伏移転は、信世の降伏を契機にしていると考えられている。勝山紀、高城再起によれば、有力国衆は、降伏への集中に抵抗し、英正17年、1520年5月には、栗原殿、栗原信重家、今井信世、大井新達らが降伏を退去する事件が発生し、信虎は6月8日に戸塚。 笛吹ふ市,市一宮町本戸塚、北戸塚において、栗原勢を撃破し、さらに6月10日には今すわ、南アルプス市今すわにおいて、今井、大井勢を撃破している。高城再期、大大期、炎山工学暗証年代記によれば、永章18年、大英元年、1521年2月27日に、今川支配下の肘方上主、 福島正重を主体とする今川勢が藤川沿いに河内地方へ侵攻した島乱入事件。同年8月頃には今川、武田両軍の間で合戦が発生しており、この間に空白期間があることから穴山市当主、新風が今川方に服属していたと考えられている。勝山記によれば同年8月下旬に信虎は 河内へ出兵すると、今川方の富士市を撃破している。これにより穴山市は武田家に降伏し、信虎は、駿河にいた武田八郎、新風の子、信友家の開国を許している。9月には、今川勢が攻勢を強め、9月16日には、大石の居城である富田城、南アルプス市戸田を陥落させた。信虎は、溶岩山城へ退き、10月16日に、 飯田河原の戦い、甲府市飯田町で今川勢を撃退し、勝山城、甲府市城を曽根に退かせる。さらに11月23日に上条河原の戦い、甲斐の市島上城一帯で福島市を打ち取り、今川勢をするが駆逐した。この最中に、洋害山城では、着南、春信が生まれている。信虎は、穴山市も服属させるが、福島勢は、 翌年正月の武田、今川間の和睦まで、海の国内で抵抗を続けた。大英元年には信虎自身の左京大部への部任と、助舎を室町幕府に対し申請し、五ヶ島原天皇新規、歴名土台によれば、同年4月に、万所執事の伊勢定忠が天送の広橋森光と、共に、これを奏し、信虎は、十五石下に除せられる。武田家では、 信ぶ新守、信正る、まさ三代が、か部大輔の関東名を名乗っていたが、信虎は、自身の関東を改める意思を持っていたことが指摘される。また、着難の春信の妖命も、歴代の五郎に対して、太郎を用いている。今川勢を撃退した、大英二年、1五百二十二年に信虎は、家臣と共に、み信三苦動寺へ参詣し、ご受報を受けている。また、 勝山記によれば、信虎は、三ノ山山系の後に、富士山への登山を行っている。信虎は、富士山頂を一周する、五鉢回り、八王、八礼を行っている。五鉢回りは、富士山頂の交章を八枚の連弁に見立て、八王と、称し、後には、富士山頂の八葉を回る五鉢参りの収族が、成立する。 信虎らの富士登山は五八参りの習俗が戦国期に遡る事例として注目されている。信虎らの身延山三系と富士登山については、下位一国の平定を成し遂げするが今川氏、相模御北条氏との緊張関係が続いている、情勢から自身の地位を確立するための宗教的事行為であると考えられている。また、大英二年には、前年に、 信虎が甲府における母大寺として建立した大泉寺に国内の僧侶を集めて夏安居を開催したのもその一環とされる。大英年間には対外勢力との抗争が本格化する。信虎は両上杉と同盟し伊勢市、後報城氏と敵対する新名脇の外交路線を継承し、大英四年1524年2月には両上杉氏支援のため鶴軍、 猿橋、大月猿橋町猿橋に軍勢を集め、相模国奥、美穂、神奈川県相模原市へ進行する。同年3月にも、武蔵区に秩父へ出兵し、関東関令の上杉のりと対面している。なお、のりは3月25日に死去し、家督相続をめぐり混乱が生じている。高城再起によれば、同年7月20日には、北条方の武蔵岩月城、 埼玉県埼玉市岩月区大田、大田助隆を攻める。信虎は、遠征から帰国すると、翌大英五年、1525年にかけて、北条氏綱と和睦する。間もなく、氏綱は、越後国の長尾ため影と連携して、上野信仰を起とし、信虎に、領内通貨を要請するが、信虎は、山内上杉氏に配慮して、これを拒絶し、和睦は破綻する。 勝山記によれば、信虎は、山内上杉氏の家督を預かった、上杉県官と共に、相模津久以上、相模原市緑区を攻撃している。勝山記、マキ、新を継ぐの日記によれば、同年4月1日には、諏訪より密に追われた諏訪大社下母の金沢氏と推定されている、諏訪殿が甲府へ亡命し、信虎は、この、諏訪殿を庇護して、諏訪へ出兵し、8月開日に、 諏訪勢と後進国境で衝突するが、武田方は、小木原備中神が戦死し大敗した。大英六年、1526年には、梨の木平で、北条右綱勢を破っているが、以後も北条法との争いは、一進一退を繰り返した。勝山木によれば、大英六年には、信虎上落の風文が流れたが、これは実現していない。翌大英七年、 1527年2月には、将軍、足利義春と、細川高国が京都を脱出して、大御国へ逃れる事件が発生し、信虎は経営死者を派遣している。将軍義春は、諸国の大名、国衆に上落を促しており、信虎に対しても4月27日付の内書きで、上落を要請し、6月19日付のお内書きでは、上杉県館、諏訪頼光。 木曽義元に対して、信虎上落への助力を命じてる。同年6月3日には、信濃作軍の友の条件の要請により、信濃へ出兵する。勝山記によれば、信虎の出兵に対して、作軍の国衆、大石らは、和睦を受け入れたという。7月には、駿河国で、今川宇治地下が死去し、宇治テが家督を相続すると、今川氏と一時的に和睦する。 京六元年、1528年に、滋賀の諏訪攻めを行うが、神戸、堺川、合戦、諏訪郡富士見町で、諏訪頼光、頼高に敗退する。勝山記によれば、信虎は、京六三年、1530年には、大木谷植杉氏の当主、上杉朝の圧戦で、山内植杉氏の前、関東管令、植杉則房の皇室を即室に迎えた。 のりふさの皇室は、ともおきの場にあたり、これは、大義谷上杉氏との関係を強化する縁組であると、考えられている。年次は不明であるが、信虎は、両上杉氏と関係の深い下唄国の小弓久保を、足利義昭とも、外交関係を持っている。こうした信虎と両上杉氏との関係強化は、相模国のご法上氏、伊勢氏が、大英三年、1523年に、 北条改正との対立が激化し、上杉ともおきがご北条領の江戸へ進行すると、信虎は小山田氏の関東派遣を起訴するが、小山田勢は交渉国境の鶴踏八坪坂、上野原氏大野で北条勢に敗退し、大木谷上杉氏との連携に失敗する。一方で、武田や中では、上杉のりふの娘を武田家に迎えることに対する反発が起こり、 京六四年、1531年正月二十一日には、栗原兵庫、今井信元、おぶ虎正らが甲府を退去して、三武、甲府州武町におて信虎に抵抗し、煮崎、き、崎市へ侵攻した品の諏訪軍の諏訪より密と、同調する。さらに、西郷入りの大井信行も黒人勢に抗応するが、信虎は二月二日の合戦で、大井信行、今井美修らを滅ぼし、 4月12日には、河原ベガ合戦、韮崎市において、栗原兵庫ら黒人連合を撃破した。さらに、天文元年、1532年9月には、今井信元に対して、攻勢を強め、本拠である、四宿城、古城、北都市スタマ町を明け渡させた。勝山記によれば、協力元年、1528年には、海一、国内を対象とした。 特性例を発している。この特性例は発令時期が不明だが、東国の戦国大名が発令した初めての事例である他、土一期の勃発以前に発令されている点からも注目されており、勝山期では、同年夏からの自然災害の頻発が記録されていることから、収穫期の秋に発令されたものであると考えられている。勝山期によれば、協力2年、 1529年には、小山田氏との関係が悪化し、信虎が軍内への路地封鎖を行う事件が発生する。この時は、小山田信有の聖母が、とうとう御国に姉の元を訪ねて終戦し、路地封鎖は解除された。天文2年、1533年には、着南、春信の正室に、上杉智之の娘を迎え、天文3年、 1534年11月に、腰入れした。これにより、武田氏と、大木谷上杉氏は一時的に、従縁関係となるが、友沖の娘が死去したため、これは解消された。天文4年、1535年には、今川攻めを行い、木の江春国境の万沢、南駒軍南部長万沢で合戦が行われると、今川と隕石関係のある後北条氏が、 鹿ゴ坂峠を越え山中、南鶴郡山中小村へ侵攻され、小山田氏や勝沼氏が敗北している。同年には、諏訪氏と和睦する。信虎は、天文四年、1535年9月17日、信虎は、諏訪頼光と、高品の国境の境川で対面し、諏訪大社乗車の宝鈴を鳴らして和睦し、同盟関係が成立した。天文五年、 1536年、歴代土台によれば、正月の地目で、嫡男の太郎は、15位下、左京大部に除せられている。三上西真鷹、真鷹後期では、欠尊部があるものの、信虎が14位に除せられたことを記していると、考えられている。高城寺日記、五巻によれば、同年3月には、嫡男の太郎が元服し、信虎は、将軍吉春に対して、 変旗を求め、太郎は、晴れの一時を配慮して、春信と名乗る。なお、春信は、天文十年、1541年の信虎、追放後に関東名を、大前外部に改めている。同年3月17日には、駿河国で、同年4月10日に、当主、今川宇治と弟の彦五郎が同日に死去し、宇治の弟である善徳寺、正方、 後の今川義元と玄広江元務の間で家督をめぐる花僧の乱が発生する。信虎は、北条氏綱と共に玄徳寺商法を支援し、同年6月14日に玄広江元務が自害することで玄徳寺商法が勝利する。新たに当主となった義元と信虎の間では、同盟関係が結ばれており、信虎は早い段階から義元自身や後見人のことぶき、 桂にらと接触していたと考えられている。勝山記によれば、天文六年二月十日には、信虎長女、上映が、吉本正室となり、婚姻関係が結ばれた。着男、春信の正室、上杉智之の娘は、天文四年に死去しており、これ以降に信虎は、吉本の圧戦により、春信ブ正室に、公家の三条、金よりの娘、三条夫人を迎えている。 正確な時期は不明であるが、紅葉軍艦では、天文5年の春の武元服の直後であるとしている。勝山記によれば、木の江春同盟に際して、武田や中でも反発が起こり、同年6月に、貝の国内に亡命していた、藩義元派を支援した、前島はじめ門が切腹させており、これに対して反発する、武行衆が貝を退去する事件も発生している。また、 今川氏の同盟国であった後北条氏も、木の春同盟に対には反発し、北条、今川間で抗争が発生する第一次加藤の乱。第一次加藤の乱では、木の春同盟は、軍事同盟として機能し、信虎は、寸東軍へ兵を派遣し、今川氏を支援している。一方の後北条氏は、天文七年に、海鶴軍へ進行し、吉田を襲撃しているが、天文八年。 1539年に、北条氏綱は、武田氏と和睦し、乱は収束する。信虎は、両上杉氏と同盟関係を持っていたが、天文6年、1537年に、大木谷上杉友貞が家督を継いだ頃には、大木谷上杉氏はすでに本拠地の川越を失い、没落していた。天文7月、1538年10月には、信虎と、 外交関係を持っていた小弓久保の足利義明が滅亡。これで関東における信虎の同盟者は山内上杉忍みとなった。天文五年1536年11月に信虎は信濃作軍に出陣しており、これが着南春信の初陣となる。天文九年1540年には今井信元を裏切 旧北駒郡須多マ町で降伏させる。演山工学安少年大記によれば、同年四月に諏訪頼重と同調して、品の作組へ出兵し、初めて、海の国外における所領を獲得する。同年十一月には、諏訪頼重に信虎の娘、ネネが嫁ぎ、諏訪氏との同盟関係が強化される。新種を積むの日記によれば、十二月九日には頼重が、 甲府を訪れ、12月17日には信虎自身が諏訪を訪問している。天文8年、1539年11月には、幕府内岩衆の大館春光が信虎に使者を派遣しており、将軍吉春に近い大館氏と交流があったことが確認される。少女承人日記によれば、天文9年、1540年から本願寺少女と信虎との交流が記録されている。 シナノでは、諏訪市のほか村上の力与とも結び、高城佐伯によれば、天文10年、1541年5月25日には、武田、村上、諏訪3氏と共同で、信濃ノ作軍への遠征を行っている。この遠征に信虎は、春信と共に出陣し、小さ型軍、長野県東美市で起きた雲野平の戦いで、駆逐された雲野宗綱が上野へ亡命して、 関東官令、上杉則政を頼ると、県政は、作軍へ出兵した。信虎は同盟国である、山内上杉氏と衝突することを避けて、兵し、六月四日に、春信と共に海へ帰国する。帰国した信虎は六月十四日に、今川義本訪問のため寸州王冠をするがへ、向かうが、この最中に、春信が、木の春国境に足軽を派遣して、路地を封鎖し、 信虎を国外追放する事件が発生する。天文十年、1541年6月14日、信虎が信濃国から外線し、娘婿の今川義元と会うために、河内郎、駿河国に赴いたところ、春信は、木の江春国境を封鎖して、信虎を強制隠居させる。板垣信方、あまり虎ら不大家臣の指示を受けた、晴一派によって、 河内郎を遮られ、駿河に追放され、春信は武田家督と守護職を相続する。信虎は今川義元のもとに偶居することになり、正室、大井夫人は海の国に残留しているが、信虎側室は駿河国へ赴いており、同地においてこう設けている。信虎追放については、同時代の記録資料のほか、紅葉軍艦にも見られるが、 堀江家所蔵文書年未章9月23日付の今川義元書状では、義元は春信に対して、信虎の隠居料を催促している。春信と義元により隠居料など諸問題を含めた協定が行われていたと考えられている。信虎の駿河時代の旧文は、武田家からの隠居料のほか今川家からの支出もあり、旧地も存在していた。大和田哲夫はこの義元書状を、 天文11年1542年に否定し、文中に見られる天都の極から、信虎追放は、天都思想に裏付けられた行為であるとした。一方で、平山優は、天都の極は春信が、信虎女中州をするへ派遣する時期を、駅税により占い、天都はこの駅税の結果を指すものとして、これを否定している。事件の背景には、諸説ある。信虎が、 着難の春信を疎んじて、次難の信重を偏愛し、ついには、廃着を考えるようになったためという親子不和説や、春信と重臣、あるいは、公葉軍艦により今川義元との凶暴説などがある。さらには、信虎の可愛がっていた猿を家臣に殺されて、その家臣を手打ちにしたためというものまで伝わっている。いずれにせよ、春信や、 家臣団との関係が悪化していたことが原因であると推察される。また、勝山記などによれば、信虎の知性は度重なる、外政の軍資金確保のために、農民や国人衆に重い負担化し、遠鎖の声は飼い国内に渦巻いており、信虎の追放は領民からも歓迎されたという。しかし、信虎の悪行伝説はやはり高頭無形で、 そのままでは信じられない面があることが指摘される。また、勝山記なども近い時代の資料ではあるが、年代記であり後に、改変や、挿入の可能性も指摘される。信虎の悪行を具体的に記した一時資料は、ほとんどなく、在地の信虎の伝承や記録には信虎を悪く言う、内容はない、とする意見もある。信虎の悪行は、紅葉軍艦に放画が見られ、紅葉軍艦末所や、 竜古氷三なの竜刀品、武田三大軍記といった公衆流軍学のテキストの中で次第に作り上げられていった。信虎に悪役のイメージを付加したのは信虎追放を正当化するために武田氏や軍学者たちが印象操作を行ったとも考えられている。天文十二年、1543年6月には上落し、京都南方を遊覧している。春信は 今川氏、後北条氏と交渉、春三国同盟を形成すると、品の信仰を本格化させ、越後国の上杉謙信との川中島の戦いを展開して意が安定した両国支配を行っており、この頃に信虎は出家して、無人、再同友を名乗っていることからも信虎は、海の国主への復権を諦め、隠居を受け入れていたと考えられている。 天文十二年の情報遊歴においては、京都から高野山、奈良を遊歴し、国主時代から交流のあった本願寺少女も死者を派遣して挨拶している。さらに信虎は、武田家と次第関係にあった高野山ン道院を参拳し、なお、春信は、実定、信重を介して、謝礼を行っている。さらに奈良へ赴き同年八月九日には、 多門院英春が信虎の奈良遊歴を記していい。信虎は奈良を遊歴すると同月十五日には駿河国へ戻っている。天文十九年五百五十年には今川義元の室になっている娘が死去している。その後は上方における消息も見られず駿河国で過ごしていたと考えられているがその後も上落した在京暴行が確認される。今川家では 永禄三年、1560年5月の桶狭間の戦いにおける、当主義元が死すると氏座名、当主交代する。武田家では、翌永禄四年の第四次川中島の戦い以降、北進をめぐる越後上杉氏との交渉が収束し、永禄七年、1567年には義元娘を、正室とする、春信着難の吉信が拝着さる、義信事件が発生し、 これらの情勢の変化を背景に、木の枝春関係は悪化し、木の枝春同盟は手切れとなり、A61 年、1568年には、武田氏による駿河今川両国への侵攻が開始される、駿河侵攻。紅葉軍艦や武田源実党経図において、信虎の最上落は、桶狭間以降としているが、久家の山品と秩父は、吉本生前の A6 元年、 1558年から連年にわたり、信虎への年始挨拶などを行っており、信虎は家に屋敷を持ち継続的に在京冒行を行っていたと考えられている。信虎は在京前守護として、将軍、足利義照西遭老氏、時継は永禄2年、1559年において、信虎の身分を、戸様、大名と来ており、儀礼的には高い席次であり、 信虎は上落していた、同じ会、源氏の一族でもある、南部の長ら諸大名と交流しており、明日正則山での工事これふさらくげとの文化的交流もしており、A63 年、1560年には、菊亭春末に末女をと継がせている。A67 年、1564年から A60 年、1567年。 信虎は、島国阿古軍の児頭の一人である甲賀氏のもとに身を寄せていた。この間、久喜氏が島を追われ、小田氏の配下となっているが、信虎は少なからずこの事件と何らかの関わりを持ったものと考えられる。このことが、後の大見国甲賀軍派遣と関連があるのかは、定かではない。A68 年、1565年には、将軍、吉輝が、 三好三人衆に撃たれる、永六の変が発生する。時継ぐ狂気においては、信虎の動向が記されず不明で、一時的に、駿河国に戻っていた可能性も考えられている、島。永六十年、1五百六十七年には在京である、ことが確認され、その後も在京活動を続けている。A 六十一年、1568年には、 尾張国の織田信長が、三好政権を駆逐して上落し、足利義明を将軍に報じている。武田氏は、信長と同盟関係にあり信虎も、将軍義明に失踪楼しているが、信長と同盟関係にあった、三河国の徳川家康とは敵対しており、元記年間には、信長との関係も、手切れとなり、信玄は、将軍義明が迎合した反信長勢力に呼応して、 大規模な東東美、三河への侵攻を開始する、正常作戦。元気四年、1573年3月10日に、義明は信長に対して挙兵するが、義明の動向は信長に内通した、細川藤高により知らされており、信虎は義明の命で甲賀軍に派遣され、反信長勢力の六角氏と共に、大見攻撃を起都していたという。義の兵は、 同年4月12日に、信玄が、正常作戦の途上で死去し武田勢が撤兵した、ことで失敗し、半信長勢力は滅ぼされ、吉明も刑から追放されている。海の国では、信玄側室との間に生まれた勝頼が家督を、継いでおり、天正二年、1574年に信虎は三男、武田信門の居城である、高東城に身を寄せ、 勝頼とも対面したという。同年3月5日、稲の娘婿、根津松、鴨目県上安、根津県直の長男の肥後のもと、信濃高藤で死去した。去年81、葬儀は信虎が創建した、甲府の大泉寺で行われ、供養は、荒野山聖経院で実施されている。平成になってから、筒木家先館に館を移して、 甲府の町の基礎を作った人物としての観点から再評価の動きがあり、平成31年2019年の甲府回復500年に先立って、前年の平成30年2018に甲府駅北口に武田信虎の銅像が建立された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。